こんばんは。あれ、映ってない？やっぱりちょっと一回切りますね。え、なんこれ、カフェラテ飲みたいな。カフェラテ、カフェオレ飲みたいな。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。こんばんは。むしゃくせ公園宣伝。はい、あれも始まってる。はい、知ってます。こんばんは。今日は、レオパージュのアンコールガールをさせていただきました。今日のパワーワードはびしょびしょみゆちゃん。私多分毎回自分で思うけど、毎回多分気持ち悪さとパワーワードっていうの合ってる？これパワーワードを一つ残して終えると思う。いつも今日のそのワードはびしょびしょみゆちゃんでした。びしょびしょみゆちゃん、びしょびしょみゆちゃんとは何ぞやと思う方はぜひ、DMM 配信のアーカイブで確認してみてください。しおりちゃん、お久しぶり。おひさん、パワーワード合ってる？みゆちゃんの魅力を一つ知りました。でも本当にあざといあの子は。もう三つまとめられそう。三つのあのチームをアンコールガールしちゃいました。あと残すはウィンク、まあウィンクは無理か、自分のチームやしな。とどこや、フロンティア、あフロンティアもしたか。どこや、ミックスジュース、ミックスジュースとウィンクとか。ねえ、ウィンクのメンバーもしたいけど、そしたら私公演出れんくなるからな。伸びたね。そうなんです、だいぶ伸びたよな。で今なんか色めっちゃいい感じなんですよね。色めっちゃいい感じ。声だけ録音やっちゃう。そしてなんと今日の公演終わりに、公演終わり、公演の最後には、無茶苦茶公演しおりが見てるの開催が発表されました。美容院行ったばかりですか？いいえ、イエーイ、無茶苦茶公演。やった。
ついに、そう4回目になるんかな、私ので入れたら。ももかさんから始まり、わかぽん、れいこ、そして次は私が、はい、しおりが見てるというあれ題名で無茶苦茶公演をやらせていただきます。はい、まあ、それぞれメンバーがわかぽんだったりれいことか、それぞれがね、やっぱの色が出る公演だったと思うんですけど、今まで。そう、次は4回目の水田しおりの無茶苦茶公演は本当にギリギリをそう言ったんですけど、公演の終わりにもギリギリを攻めようという、はい、大人の方とも、はい、たくさんそうお話ししてギリギリを、はい、だいたいグラビアメンバー揃うよね。あーでも今回は確かにそうですね、グラビア得意とするメンバーもいるんですけど、そうそう。これは偽物です。そうメンバー的にね、見てもらったら分かる通り足が長かったりするメンバーもいますから、あと私がね大好きな杉浦琴音さん、杉浦さんの声とかも私は大好きなんで、そういうものが生かされた公演になるんじゃないかなと思います。キーワードとかがギリギリなのか、やることがギリギリなのか、何なのかは見てのお楽しみですよ。小島さんと川野さんはイケメン担当、それもね、あの、はい、予想していただいて、思うように多分いかないかもしれないです、皆さんの。うん、こんにちは、おいどくこれ一応これ持ってきてくれました、近重さんが。版画を、はい、スタッフさんが作ってくださりました。これ自分で作るのはえぐいじゃあね、これそう見て2に見えるんですけど、これルーらしいんですよ。しおりが見て2に見えるんですけど、ルーらしいです。よく見てなんかちょっと丸まってるからルーらしいです、これ。はい、こちらこれ出演メンバーは阿部若菜、石田優美さん、川上千尋さん、川野奈々、黒田風和、小島かりん、佐賀野遥、さつき愛香、城西麗、杉浦琴音、出口優奈、中野未来、原かれん、平山舞、前田玲子、水田勝利です。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 人見て2はもうちょっとフレンドいてあげてください。誰がびちょびちょになるのって、誰がなるんでしょうね。そう、しおりが見てるって書いてるんですけど、これ2に見えるけどルーなんです。中学生はまだ出れないんですね。いや、あのね、別にそんなことはないんですよね。中学生だから出れないとかそういうのは全然考えてなかったです。たまたま、そう今回の私の、じゃあできればそう、もっとねたくさんのメンバーに出てほしかったんですけど、やっぱね、いろいろ人数とかもあるから、今から和田美優も足したらいいね。ほんと足したい、時間の関係が、そう時間があるからね、これそう入れたかったんですけど、びしょびしょ美優ちゃんもびしょびしょ美優ちゃんも入れたかったんですけど、時間がね
ツイッターフォローして拡散したいって、わー、ありがとうございます、嬉しい。レナタンだけは勘弁してください。なんやなんやなんや。すいません、画面が揺れてんのはあのね、あれです、スタンドの、スタンドがね、そう、揺れやすいんです、ごめんなさい。ピンヒールも出てきますか。ピンヒールどうでしょうね、まあ、私なら出てきかねないですけど。こちら多分前回と同じように、あの配信でも多分見れるので、はい、来れないよって方はぜひ配信で見てくださると嬉しいです。はい、なんかでもなんやろ、そう、どうしても私がやりたいコーナーがあって、そう、それを入れていただいたんですけど、うん、でもピンヒールどうやろうな、踏んでもらうコーナーがあるのかどうか、そう、いろいろだからこういうコーナーあんのかな、どうなんかなっていうのを妄想しながら楽しみにしていただけたらなと思います。でもまあ絶対グラビア昔話は入ってますね、グラビア昔話は入ってます。そのグラビア昔話を誰が読むのか、まあでもグラビア昔話をやるだけじゃ面白くない、さらに進化させようではないかっていう試みもあるかもしれません。そう、絵本から飛び出しちゃうかも、違うものにそれはお楽しみに。誰がするかも、どんな格好でするかもポイントですから、はい。でも本当なんか今回スタッフさんもすごい一緒にめっちゃ考えてくださって、本当ありがとうございます。モザイクはさすがにかからないと思いますよ、多分一応メンバー、そう、メンバー、そうそう、ギリギリね、うん、でもなんか私こういうのやったこと、まあやったことない人がほとんどかもしれないけど、こういうなんていうの、自分が何かを作るっていうのに携わるのがあんまやったことないから、そう、ちゃんとできんのかなってちょっとドキドキしとる。作るのって大変なんやなって思ってますこういうの大変なんやなって、そう、企画とか考えなくて大変なんやなって思って、普段そうやってさ考えてくださっとるスタッフさんとかマジ感謝って思いました。はい、でも私もやるからには楽しんでいただけるようにしたいので、ぜひ皆さんも楽しみにしておいてください。頑張る。チッヒーさんからツイート、楽しみだって。おー、本当ですか、嬉しい。ゆり劇場もあります。でもね、私なんか最近ちょっと思ったのが、そのアンコールガールとかでさ、しおりおじさん的メンバーの
魅力語ってみたみたいなさ、とかさ、グラビアについてさ、メンバーのグラビアについて語ったりしてるじゃないですか。なんかそろそろ、いや多分もう思われてる人もいるやろうし、思ってる人もいるかもしれんけど、そろそろあのメンバーにもファンの人にもキモって思われてないかめっちゃ心配なんですけどそのさ、多少さオーバーにしてる部分もあるじゃないですか、やっぱり。そうそうそう、そんな常日頃メンバー見てうほほうほほってしてるわけじゃないんで、私普段なんならメンバーに一切見向きもしないぐらいぼーっとしてるぐらいなんですけどあの本当になんかガチで気持ち悪がられてないかなって本当にちょっと心配になってきてるけどね、メンバーのグラビア素敵やなって思ったり、マイティの足長くて素敵やなって思うのは本心なんですけど、そうそう、だからその本心をちょっとね、舞台用にオーバーにしているっていう部分があるっていうのは皆さんにはあの知っといていただきたいなって思いますはいはい、まあここでそれ言ってもまあファンの皆さんは優しいんで大丈夫だよって言ってくれるかもしれないんですけど、言い訳メイビー泣いてないです、泣いてないです、なんでなんでっていうか皆さん、私10日12日13日と公演に出ます。こんなあのパンパンパーンで出るの久々やわ。10日が、超絶かわいいで、12日がフロンティアでしたっけ、あれ10日がフロンティアでしたっけ、あれ何やっけ、あとにかくあのフロンティア、超絶かわいいウィンクの公演に、そうですね、出ます。あでも12日は、あ12日があれか、フロンティアか、フロンティアは初めてです。誕生日当日にお見送りでスケブに誕生日って書いたらおめでとうって言ってくれたりするしますよ。今はでも声が出せないんで、お見送りはスケッチブックに対して声は出せないですけど、口パクでならできるんで、はい、ぜひお祝いしたい。12日フロンティア、10日が可愛いね。 OK、12日のフロンティアはでもミヨンもジョニシさんもいるんで楽しみですね。パイオニアもチーム N 公演では目撃者でやった以来かな遠い昔の記憶13日の公演申し込んだよ。お、ありがとう。そうなんですよね。やっぱ
最初は気持ち悪かったけどここまで続けてキャラにしたのはすごいですよってコメントが、そうやっぱそうなこれこれこれ、そうキモいって多分思って水田ないわって思って遠のいちゃう人もいるんやろうなって正直そう思うから、こういうこと言うのどうなんかなってちょっと思う時もあるけど、うん、そうもあるんだよっていうのは皆さん知っといてねっていう、そう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 。お見送りでのマイク持ち担当ってどうやって決めてるの？あれはそうですね、公演終わりにお見送りの時に一人だけメンバーがマイク持ってありがとうございましたってとか喋ったりしてるんですけど、それはその日の影穴をした人かな、か生誕祭だったり卒業公演したメンバーだったりとかですかね。影穴をしたメンバーがやるかな主に。はい、例えばさ、11周年のことについても語らなあかん、語らなあかんっていうか語りたいんやけど、まだ反省会終わらんかな。ちょっと反省会終わったらみんながショールーム始めそうやから11周年の話しようか迷う。カフェオレ美味しいです、近重さんが。11周年の話しちゃう？でも後で私あの携帯の充電がねやばい携帯の充電やばいんだよね。コンセント欲しいな。あ、でもちなみにあの11周年の夜のそれぞれ一人ずつセンターをさせていただいた曲は、私はパンパンパパパンという曲をリップ塗りながら私はパンパンパパパンという曲をねセンターでやらせていただいたんですけど、あれでもちなみに自分で選んだわけじゃないんですよ、本当にあの本当にってなんかみんな多分自分で選んだわけじゃないんですけど、この曲やりたいって言って選んだわけじゃないんですけど、まあなんかそれぞれにすごい合ってたなとは思います。皆さんの予想は当たりましたか？パンパンパパパン。そう、あれも本当は最初 それぞれねみんなセンターするっていうことで一言喋ったりすることが多くて、みんなねそれぞれね、ドリアンかと思った人もいたよね、うん、ジュゴン期待してました。一回もやったことないねジュゴン。スキーしおりでもあれ、そう一言言うってなってリハーサルとかからちゃんと考えてね言いましょうって感じやったから、そうリハーサルの時に言ってたのは普通に皆さんこの曲では一緒に手拍子いっぱいお願いしますみたいな感じで、せーの私たちみたいな本当に普通の煽りを考えてたんですけど、なんかせっかくやるならどうにかインパクトっていうか印象付けたいなって思って、そうああいう一言になりました。はい、そう、それぞれセンター曲でイントロとか
感想とかの間で喋ったりしてた言葉。メンバーは誰が決めたん？あれはなんか、そう、なんかうまいこと作られてました。そのセンター以外のメンバーはなんかグループ分けされてて、そうそう。その煽りが何やっけな。メンバーのグラビア大好物。NMB1 の変態パワーでグループを盛り上げます。せーの、アイ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 。私たちアイドル中。せーの、アイ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 。水田しおりってアイドル中。っていう煽りをさせていただきました。そう、変態パワーでグループ盛り上げる、ちょっとさ意味わからんけど、まあでも印象には残るんかなとか思ってそれにしました。普通に言うよりそっちの方がいいかなって。自己紹介それでいいなって、マジ。そう、しかも衣装がたまたまあの大好きなトランプのピンク色の衣装やったんですよ。そのみんながセンターやるところのブロックの衣装がトランプ衣装で、私たちがのグループが着る衣装は、それもねたまたまだったんですけど、一番大好きな衣装だったんでめっちゃ嬉しかった。でそのパンパンパパパンで黒田風和ちゃんのサビでね、一人だけ踊らずに好きに煽っていいよって言われたんです、パンパンパパパンね。で最初はリハーサルの時は普通にもう上下に行って皆さん一緒にみたいな歌いながら、こう私の夢を叶えさせてみたいな、こうやってドームツアーとかさ、そうやってたんですけど、変態パワーで盛り上げるぞって言ってるんだから、これはなんかちょっと違うことせなと思って、黒田風和ちゃんの足にしがみついたり、本郷ゆずはさんの前で立ち止まってしゃがんで、こうね、ゆずはさんを下から、踊ってるゆずずを下から眺めるということをやってみたりしました。はい、でその本郷ゆずはさんのことを見上げる練習をしてたら、あの怪我したんです。どこで怪我してんねんって話でしょ。これね結構ね、あのこれ今ショールームやからあんまちっちゃく見えてるけど、結構これいってんのよ。すりむいてこれね、結構そう結構ね今も血にじんでんのよ。何の練習で怪我してんねんって感じやん。そうメンバー覗き込むことに命かけて。そうそのぐらい本気で挑みましたから。でも実際あのこうやってゆずずのが踊ってる下でこうやってやってる時、私考えてることは考えてたことはあ、やば、今これカメラの位置大丈夫かな、私顔ちゃんと見えてるかなとかさ、あこれいつのタイミングで立ち上がろう、あ今かな、ああ今かなみたいな。実際のところあんまりゆずずのこと見てなかった。でもそんなもんですよ。そういうことを考えながらこうやってやってました。そしたら逆にさ、私のさスカートの中が危うかったんですよ。そう、私寝方、足元は気にしてなくって、そう足元気にしてなかったから。でもちょうどね、あの配信のアーカイブ見たら、あの歌詞と私のスカートの中がちょうど被ってくれてて大丈夫でした。大丈夫やった。そう、あれあそこね、あよかった。皆さんあの確認してみてください、水田しおりのスカート危ういかった、パンパンパパパン、歌詞でモザイクされてました。メンバーにこういうことするよって言ってなかった？言ってました。だからフーワ、黒田フーワちゃんの足に抱きつくっていうのもあらかじめ、急にされたらびっくりするやん。
そう、リハーサルではパンパンパパパン、手拍子よろしく、私の夢を叶えさせてってこう触らずにただただこうやって撫でる真似をやっただけだったんですけど、そうだけだったんですけど、そのそれを見てた渋谷凪沙さんが藤森ほんまおもろいみたいな言ってくださって、もっとなんかこうもう触った後になんか舐めるぐらいのなんかあれやったらみたいな言ってくださって、あ、じゃあもっとやっていいんやって思って、しがみつきかせていただきました。はい、渋谷凪沙さんのアドバイスをもとに、あ、もっとしていいのかなと思って、しがみつかせていただきました、ふうわちゃんの美脚に。はい、ちょっとアーカイブ見てくる、ぜひ。で、そのここが重要です、皆さん、しがみついたくるとはふうわちゃんの美脚の感想をここで発表したいと思います。くるとはふうわちゃんの生足です、生足をにしがみついた感想ですね。いきますよ皆さん早く言えって、いきます。すべすべでした、すべすべでした皆さん。いや、もちろんね、もうそんなしがみついてジョリとか言ったら嫌ですけど、まあ、ジョリもむしろいいんかもしれんけど、あのふうわだけにふわふわすべすべでした。はい、ジョリって言ったら嫌やけどね、本当に、うん、ちゃんとツルツルでした急に素のテンションに戻る。まあでもそんな、あんな美脚のメンバー踊ってるとこでね、しがみつけるなんてことそんなないですから。いや、ほんとパン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 のセンターさせていただけてよかったですでも正直ね、私普通に踊りたかったなっていうのもあるんですよ。そのあれってさ、センター感あるかあったかって言えばさ、あれやん、そんな真ん中で踊ってないからさ。そうだから、もっとそう、でも歌い出しとか最初とかもさ、階段真ん中でさ降りていったりとか、歌い出しも真ん中で歌ったりとかしてみて、いや、これ多分いろんなメンバーが、センターしたメンバーが思ったと思うけど、本当もっと前で歌いたいなっていうのは思いましたもっと普通に踊りたかった、じゃあ普通にやれ、いや、それじゃインパクト残らないじゃないですか私が普通にやったところでですよそう、もっと前で普通にやりたいって思った。こんばんは何の曲がしたかったとかある？でもしたかった曲はなんかもうちょっと重い曲がやりたかった。なんか本当の自分の境界線とか、なんかそっち系、天神姫とかさ、そっち系。絶対ダンス難しいから絶対嫌やけど、ごめん愛せないんだとか、本当そっち系の曲が好きだから、そういうのもいつかやりたい。バリバリのダンスナンバー見てみたかった。えぐ。ジゴンはジゴン。うんうんうん。変わった曲がでもいいね。そう、なんかと思ったのが、やっぱ今回もあんまりっていうか、なんていうの、歌割りがあるポジションをやることがなかったから、そこはやっぱり悔しいところですよね。
その講演とかでは表情を褒めていただくことが多いし、自分でもちゃんとそこは力入れてやりたいなって思ってるから、ダンス苦手な分そうけど、やっぱり歌割りがなかったら端っこで踊ってたらまず抜かれることもないから、全然抜かれないからちょっと悲しいな悔しいなって思って、そうだからちゃんと歌割りがある抜かれる人になりたいなって思いましたよ。あ、でもね、あれ空から愛が降ってくる、ゆずずがしたセンターの曲、あの曲ね好きやったからめっちゃ嬉しかった。できて無茶癖公演の話しよう。無茶癖公演の話はさっきし終えちゃいました、左遷この配信が始まったすぐにしちゃいました、左遷左遷そう、あとでもミオンがセンターでやった、ね、太陽が坂道を登る頃はそうをそうやれたおかげで、やれたおかげ何を一緒にやらせてもらえたから、そのおかげで人生初めて NMB 史上初めて私はトロッコに乗ることができました。ありがとうございます、ミオン大人の人ありがとうねえ、ほんと寒っトロッコでも、なんか太陽でトロッコ難しいなって思ったなんかさ、こうやってさ笑顔でこうやってはぁみたいなハートとかさやる曲じゃないからさ、ああどどどどどあみたいな感じにはなったけど、でもやっぱだからもっと普通の曲っていうか、なんかナギイチとかさユリイカとかそういうな、ドリアンとかそういう曲でもトロッコに乗れるように頑張ります。初めてのトロッコはだってさ、今回の会場ってステージが1個あって、あとは全部ファンの方っていう感じだったんで、トロッコに乗らなかったら奥の方までを間近で感じることができなかったから、いやほんと今回トロッコ乗らせてもらえてよかったなって、奥の方までちゃんと手振りに行けたから、うん、待って、めっちゃさ鼻水出るんやけど、寒い。いやもうほんと折り面での太陽、もう6人か、6人まで減りましたよ。6人やな、1、2、3、4、5、6人。今回トロッコあると思わんかった、うん、しかもね結構ねぐるーっと行ったからね、トロッコぐるーっと、そのなんていうの、ファンの方のお席をぐるーっと回れたから、減りましたね本当に。トトトト公演メンバーの減りっぷりに切なくなった、いや本当にね、多分次やるときにはまた一人減ってるかもしれないしね、うん、悲しいけどでもそういうもんですよね。でさ、また一人減って、うんうん、あ、汗かかったちょ、私が辞めるとかじゃないですよ、早く辞めろって感じかもしれませんけど、ごめんなさい、はいでも太陽は本当にね、初めていただいた曲やし、曲も素敵やなって思ってるんでもっと歌いたいで今回あれですね、あとお昼ではバラエティーコーナーにも出させていただいて、はい、バラエティーコーナー見取り図さんがね来てくださりましたけど、いや
バラエティ頑張りたいガールズがガールたちでした。いやまさか自分、まあでも消去法で多分あそこになったんですけどそれぞれね、メンバーの個性を、お昼はそれぞれメンバーの個性を生かすユニットだったりコーナーをしていただいて、私はバラエティ頑張りたいコーナーの人たちだったんですけど、まさか見取り図さん来ると思わなかったよね。いや本当でもさ、すごいよね。なんか本当バラエティ番組見てる、いや自分も出てた方やけど、ね、見取り図さんと渚さん、いやほんますごいなって思って、さすがやなって。やばい、ほんまに今日で少し君のこと好きになったと思うやって。あらもっと深く知っていただけたら嬉しいです。びしょびしょね。曲振り、そう、そのバラエティーコーナーでは、何やっけ、バラエティーコーナーではまあそれぞれのメンバーのね、ハーサだったら段ボールとか、まあ、出口の一発ギャグとか未来とかの一発ギャグとかの話がありの、その、ね、青春のラップタイムの曲振りを面白くしようみたいな、面白く曲振りしようみたいなコーナーがありまして、そう、そこでやった曲振りがね、あの曲振りやる順番はでも決めてました、決めてました。面白くないんで私一番に生かしてくださいって面白くないんでって、そう、あらかじめ、あれ私が別にあの自らあの場であのバッて一番に行きますってやったわけじゃないです、皆さん別にこれ言わんでいいんですけど、そう、あらかじめ順番決めてました、すいません順番決めてました。汗びっしょりな若い女たちが汗びっしょりになってっていう歌詞を歌う、びっしょりびっしょりした若い女たちによるびっしょりソング。おお、お疲れ様でした。びしょびしょの女たちによるびしょびしょソング、絶対そんな曲じゃないんだけどね、ラップタイムってもうね、でも本当私しまなんていうの、本当にさ、そういうことしか言えないくなってきててやばいんだよね、アイドルアイドルって。だって本当にさ、こういうさ、アイドルとかさ、女の子がちょっと推しもっていうか、ちょっとねそっち系のことを言うことを受け付けれないって人も多分いるんだよね。そうそうそう、本当その方にはごめんなさいって感じなんだけど言っちゃうんです。いや、この前のこの前ね、あのおといたちの収録があったんですけど、その時も結構危うかったですよ私なんなら多分カットされて、され 100% カットされること言ってパッて言っちゃったりもしたんで、ほんと気をつけない、やばい。そう、ド直球なんです私も、思ったことすぐ言っちゃう方だから、割と考える時もあるけど、そう、ば、うん、ほんとに、いや、この前のおといたちの収録のバッサリ、あれや、あれはね、カットしたらマジでやばいと思う、うん、また楽しみにしててくださいほんまやばい。
難しいですよね、本当そういうのってね、難しいよね。11周年、あとは何か11周年、あとなんか、いやほんと凪沙さんの MC がさすがでしたよね。凪沙さんの MC が、あのさ後半の凪沙さんがさ、めっちゃええ話し、涙ながらにさええ話してる時にさ、急にちょっと爆乳メンバー出てきてみたいなさ、あのくだり本当にすごい。そう、こじりはけて、こじりもっと後ろって、いや本当すごい、真顔で言うのがすごいね。なんかさ、その暗いままさ終わらずにさ、ちゃんとなんか勉強になります。コージリン下がっては本当にやばい、コージリン開けてってね。いや今回のライブ本当もう一回見返してもいいですよね。もう一回見返してもいい、アーカイブ見れるんで皆さんぜひまだまだ見てください、昼夜ともに。そう、あとおコメントでも、私あの特技、私の一発ギャグ、まあ一人じゃできないんですけど、一発ギャグで、あのケンタウロスっていう、ケンタウロスっていう一発ギャグがあるんですけど、一発ギャグっていうかな、あれを曲中に、夜かな、夜の方でどこかの曲中にモモッチとケンタウロスをやってるシーンが映ってるので、それもぜひ見つけてみてください。すごいね、綺麗なケンタウルスが今回はできたんで、ほんとなんか、はい、たくさんの人に見てほしいですね、あのケンタウルス。もうね、史上最強に美しくできたと思ってる。おもちにだって LINE したもん、そのさ、アーカイブ見ながら、え、このケンタウルス、え、足長き2人とパーフェクトすぎんみたいな。そのぐらい史上最強に美しくできたんで、見てください、私の一発ギャグ、ケンタウルス。あれはモモッチと、そう、あれはケンタウルスはね、私のケンタウルスは、まあ、あのね、胴体の部分が、顔の部分は、あれはねモモッチじゃないとねダメなんですよ。他の人でもできるんですけど、やっぱりしっくりくるのがモモッチなんですよね。そう、もうぜひ確かめてみてください、皆さん、どれほど美しいケンタウルスなのか。はい、こんな感じでしょうか。あと、ドリアン少年、夜の城西玲ちゃんがセンターしたドリアン少年では、私あのドリアン少年ってさ、曲中にメンバーがおんぶしたりし合ったりしてるところとかもあるんですけど、おんぶして遊んでるところがあるんですけど、あそこで私は南ハーサちゃんとペアだったんですけど、私がゴリラをして、珍獣ハンターになるのが夢な南ハーサちゃんに勝ってもらったっていうね。シーンとかも映ってんのかな、どうかな、映ってないかな、はい、そういうこともしました。そう、捕獲される水田しおりちゃんが映ってんのかな、どうなんかな、ちょ、ドリアン見てないんですよね、まだアーカイブ。そう、 NMB、 あ、映ってた、マジ、やった、帰ってみよう。そう、 NMB、 自称 NMB のゴリラ担当でもあるんで、はい、ゴリラやらせたらもうね、誰も、なんていうの、右に出る者はいないっていうやつ。ゴリラはマジで
私が一番な気がする、うん、ただね今やってくださいって言われてもちょっとできないんで、やっぱステージ上じゃないとあれは出せない。ゴリラはあの顔もゴリラになってるんで、あれスクショして載せるのはちょっとはずいんで、載せるならケンタウルスでお願いします。あとほんとこれもうね、語り出したらきりないな。11周年のライブ、あのあれです、原カレンちゃん、宇野瑞希さん、平山舞ちゃん、黒田風和ちゃんの4人のもう裸足にはなれない。はい、これもうね最高でしたよね。皆さん美脚メンバーによるもう裸足にはなれない、絶対やってほしいと思ってたからね、もうセットリストにあれを見つけた瞬間に来たーって来たーって、もうリハーサルの時から私はそう、もう真ん前で構えてましたから、次自分の曲なのにギリギリまで前見てましたもん、リハーサルの時も。そのぐらい楽しみにしててしてたんですよ。そう、なんかもうほんとリハの時から足と腕が踊ってて、そういやほんと腰の位置あのね、裏であの出る前にね、衣装を着たそのもう裸足にはなれないの衣装を着たメンバーに左右にね、誰だったかな、マイティと原カレンかなに一回挟んでもらったんです。私そうちょっと横二人立ってって、であの横に立ったらもうほんと私のここぐらいからみんな足やったもん、ほんとにみんなこっから私の肩から下が足やった、そのぐらいマジでスタイルが良すぎてビビった。ほんとになんかでもあれはなんやろ、ほんとスタイルがいいメンバーってさ、エロとかそういうんじゃなくてほんとなんかもう美じゃない、美しくない、もうずっと見届けれる。ほんとあのライブの一番の楽しみだったと言っても過言ではない。もう裸足にはなれない、もう踏んでもらいたいとかそういうんじゃない、あれは。作品ですね、あれは。挟んでもらう、そこが変態の特権。確かなんか喋りすぎた。こんな感じでしょうか。11周年何か、え、11周年の話まだし足りてないってことあるかな、してないことあるかな、もう全部話したかな。